あれでもハイパーいいなこれ黒沢。いいね。ドラ何重なればなおいい。さすがにマンツもすればね。さあ二人はどうですか。こちらまずは高宮ドラ掴んじゃった、うん、いきなり。あーウーマンからあんまりやる気ないわよ私と。あ悪くないですね。悪くないですね。単野じゃないですか。単野ですね。単野一直線で、はい、高宮の協力を仰いで、はい、私が行きますって感じですね、うん、そうですね、はい。しかも高宮はね、そうまさにその、あー、ドラドラ、あこれ、黒沢からドラ出ますね、じゃあ、そうですね、山になくなってますから、うん、黒沢ドラ重なりがない、だってトリプル打ったって大丈夫なんでしょ、そうですよ、ねはい、これ、ここで出るんじゃ、出ないか、もう出るかもしれない、これ、これ、そか単品ですもんね、もうドラが関係ない曲になっちゃってるんでね、もう、そうですね、やっぱりリーチを早く言うことがすごく大事な、親、ね、リーチを打ちたいんで、ドラ話し合うかもしれないですね。他触れないですもんね。触るとしたらリアンマンですか。どこも9ピン単ヤオですよ。単ヤオですよ。ピン拒否したんですよ今。ドラ打ったって単ヤオになりますよ。単ヤオかドラかですねこれ。単ヤオかドラ。私はいつだってこうなのと。高宮が打つかもしれないですからね。そうですね、うん、高宮がドラを、うん、いや高宮からドラ打たないでしょ。親に流れて嫌じゃない。親にポンされたらもうベタ折りしとけばいいじゃないですか。あまあね。でワックスが動いてくれたらそれでいいしと、うん、なるほどね。あこれはいよいよですかね。いよいよですね。これだこれはもう。おお。まあでも打たなさそうです。高宮、うん、打たないと思うな。そうですね打たなそうですね。打つなら第一打にパッと打っちゃって、ああワックスまとまって、この本当に何がどのタイミングで出てくるかはワックスにとってはすごく大事なので、そこまでに手の整備ができてるともう最高ですよね、うん、6球走とか1数万ですか。あとこれまあ枠2ドラ2つ持ってるんで、この曲勝負曲にしちゃうかもしれません ね、 そうですね、目いっぱい押しに行く可能性が、ね、あんまり怖くないんでね、はいはい、ましてや最終的にはこれはこちらから見る限りはドラがクロスから出ますので。ただ作ってるね、作ってる作ってました、ポンです。さあこうなるとあとは高宮がどう打ってくるかですね。そうですね、はい、もう何でもこう見るとね、想像がちょっと欲しそうに見えますよね。見えるし、手配からはあのイースワンもそのままね、まさに裏筋でどうぞって感じですね。でもでもイーシャンテン、うん、振り天含みだもの。あこの数万とかね、今のうち、あそうですね、はい、これまさにそれですね、はい、まさにそれ。黒沢これは胸を締め付けられるような思いで見る、ね、これきついんですよね、はい、やられると、やられると本当にね二人がかり、いや、ま、分かるけどみたいなしょうがないしょうがないですよね、はい、これ本当に胸が苦しくなる。早くリーチ言いたい。でも多分ワクサこの曲は やりきっちゃう気がする。そうね、はい、もうこうなったら引っ込みもつかないもんね。つかない。一応キューピンがいいのかな。パーピンか。だからまああとはもうお任せしますって感じじゃないですかね。うん、黒沢リーチまで行けたらわからないぞ。積もる手に力が入る。あ打つまではしないぞっていう感じですか。そこまではやらないと。うわ変わった。ウッパーソパーソーニヤマなんですよね。ウーソーがニヤマ4枚枚数変わらず、うん、でもここで想像の真ん中掴んだら打つ。あ打ち行ってますねこれは、うん、これは打ちに行ってます。今のでテンパイだなと。あそのチーソーで、ね、であれば、うん、チーソー、あーこれは切らないですね、はい、チーソー周りはもうすぐ行かれちゃうかもしれない。リーチ行けたか。行ったか。行った。リーチ言えたらまた未来が違う。あこれえリーチだよね。リーチリーチだよね。リアンゾー3枚切れててウーソーが2枚見えてるから枚数は少ないんですけど、これリーチ行った方がいいです。あリーチ行くと、まあ、どの道リーチだな。自分の産品とか切られちゃう、自分の現物を差し込まれちゃうかなって思うんだけど、それだったらもうとっくに差し込んでるよねっていう、うん、はい、さあ1対11対1です。この卓にはもう2人しかいない。ワクツと黒沢しか座ってない。リャンウソー対ウッパーソー。ウーソーはどちらの上がり牌でもある。パーソーがあと1枚ですよね。でリャンソーも1枚、うん、ってことは枚数同じだ。同じだ。3対3 3対3。
パーソーかリャンソーがどっちに行くか、パーソーかリャンソーがどっちに行くの、リャンかパー。間違いはでも一応あるんですよね。ありますね。もしするとしたら6球走とかってことですか。6球走は嘘だ。強いな。やらせない。枠つにはやらせない。黒沢のつも上がり、この際の際で3巡目の9ピン切りですよ。こんなにこの状況でゆっくりしてる人います？鈍行じゃないんだから今はね、誰よりも早く進みたいのに、のんびりが過ぎる。さすが黒沢、2600オールリーチスモタンヤオピンフ。さあ今度は和屈の番だ。さあ今度は和屈の番だぞ、ね、はい。